はい、今回なんですけど、急遽北海道に来ました。まあなんだろうな、あんまり言葉にしにくいんですけど、まあ、最近なんかちょっと調子が悪くて、視聴者の方は気づいてると思うんですけど、波の浮き沈みがすごいあるんですよ。多分昔なんか躁鬱病だって言われたことがあって、ここ最近、まあ、事故に遭ってから大体3ヶ月間ぐらいずっと全力でね走り抜けてきました。なんかその中でやっぱ嫌なこともたくさんあって、これからちょっと後で話していこうと思うんですけど、ちょうどこの間ねふとした出来事がきっかけですごい自分の中でも絶望っていうかどん底に入っちゃって、ああもうダメだなと思って、で珍しくずっと寝込んでしまって、仕事の予定もキャンセルして、もうなんかもうダメだなっていう時期なんですよ。でもこれってやっぱ自分との付き合いが長いからすごい分かって、波があるんですよね。多分これは天地無だったら分かってくれると思うんだよね。まあでも世の中そういう人はいると多いと思うんですけど、まあそういうの今あんまり良くない時期というか、ちょっと落ち込んでる時期で、東京にいたくなくって、まあ地元札幌に戻ってきました。で今やっぱ僕のソウルフードっていうか一番好きなちゃんこ屋さんに来てて、昼間なんですけど、ちょっとちゃんこでも食べながら最近の出来事について話していきたいと思います。まあ一応僕前にねちゃんこ屋さん出しますっていうことで、この北の一品さんのちゃんこ屋さん北の出したと思うんですけど、ここのちゃんとこはやっぱもう本当日本一美味しくて、これをちょっと出したいなと思ってるんですけど、今なかなか進んでないっていうね、ちょうどいろんなことが重なっちゃったんで、じゃあちょっと早速食べるか。やっぱ波があるんだよね、すごい。そういう人とか天才派だって言われてて、このちゃんこも、いや今やっぱこういうの作ることすらちょっと億劫っていうか、ごめん作ってほしい。こういうことやんのもなんかね今できねえんだよな。ちょっとバチ当たっちゃうかもしれないけど、もうビール飲み出したら終わりだよね。あ、俺終わってるわ。もうダメだ。あ、でも体調は治ったんですかね。なんかでもなんか、まあ、これは分かる人に分かると思う、この波っていうか、なんかね全てが終わったなって気持ちになるんだよね。これ多分 ABEX の松浦会長とかも多分こんな感じだと思うんだよね。そうなんですか。なんかやっぱすごいエネルギーがある人って、天地も多分そんな感じだと思う。僕たちから見たら結構すごいうまくいってるように見えますけど、うまくいくのはだってエネルギーがすごいからだもん。でもその分エネルギーを出しすぎて反動くるんだよね、多分そういう感じで。前飲むわ。ダメかな。まあいいや、ダメな人間だ。でも頑張りすぎなんじゃないですか。ああでもいろんなものを手に入れて頑張って前向いていかないといけないけど、でもこうなったらもうダメだよね。めっちゃいい匂いしてきた。ちょっと一旦入れます。まあ、最近いろんなことがあって、まあ、青汁リリースはもう出ていくことが確定して、まあ、今度動画で出すんだけど、もうそれもひどいのよ。なんか今まで何千万って毎月家賃払ってて、ね、もう何億も家賃払ってたんだけど、いずれ今後動画で出そうと思ってるんで、今は多くは当たんないんだけど、その管理会社兼オーナーのね、社長から、バカじゃねえのとか、もう普通に電話で言われて、そんなことあります？いや、俺びっくりしちゃってさ、それ出しますよって、そんなこと言っていいんですかって言ったら、当たり前だみたいなこと言うから、まあ、ちょっと細かい言葉はあれだけどね、まあ、そんなニュアンスのこと言うから、え、だったら俺これ公開しますよって言ったら、構いませんって言われたから、まあ、それはいずれ公開しようと思うんだけど、いやすごいのよ。俺こんなのになんか家賃何千万も払ってたんだなって、まあ自業自得なんだけど、そういう風に思って、まあ、家がなくなって、まあ、家がなくなる経緯も結構ひどいんですけどね、その自動が出ると思うんで、それ見てもらえればと思うんだけど、まあ、そういうことがあったり、あと会社もさ、実は昔やってた会社は久しぶりにこう SOS じゃないけど大変なことになってるっていうことで、僕がね昔それこそ脱税で捕まった会社なんだけど、最近行ったんですよ。そしたら売上が当時の10分の1になってて、すごい悲しかったんだよね。それが自分があんなに一生懸命やってて年間40億も利益出した会社が売上10分の1になってて、ああこんな風になったんだと思って。18で作った会社だったから、でいろいろその社員の人と喋ったりとか、まあ、全員じゃないけどしたら、責任転嫁っていうか、すごい多責思考なんだよね。あの人がこの人があの人がで、給料見たら結構いい給料もらってて、あ自分が作った会社ってこんなになっちゃったんだなと思ったら、あ俺何やってんだろうなと思って、なんかすごいそれがショックで、まあこれからだから立て直すのに協力しようかなとか思ってんだけど、あ何もかもうまくいかねえなって。なんか俺の人生でうまくいってることって意外とあんのかなと思ったら、みんなが思ってるほどあんまないなと思ってて、じゃあお金あるかって言われたら、まあそれなりにはある、まああるのかもしれないけど、それって昔たくさん稼いだお金がね、それがあるだけで、じゃあ今何か価値あるのかって自分自身に問いかけたら、あ俺の価値ってなんもねえなとか、すごい思ってきました。まあ、そんな感じで、でもバイクの会社も作ったしさ、頑張ろうかなって思って一生懸命やって、不動産の会社もこれ作ろうと思っていろんなこと勉強してやっていく中で、
で全部うまくいかせようと思ってすっごいがむしゃらに走ってて、最近朝から晩までずっと働いて遊びにも行かないで、まあ、頑張ってたんですけど、まあある日別に信用してたとかじゃないけど、まあまあこう自分に好意があるだろうなっていう女の人がいて、その人がなんかこう悪意をすごい向けてきたんですよね。うまく言えないけど、そういうのがきっかけで面倒くさいなっていうか、キャパオーバーというか、今こっちは必死に一生懸命いろいろことやってんのに、そうやってなんか傷つくようなことだったり足を引っ張るようなことを、まあ、平気でするんだなと思うと、なんかそこら辺からプツッときて、なんかダメだなって、なんかのきっかけでそうなるんだよね。いつもなんかの相手がプツッと切れちゃって、頑張ろうと思ってたんだけどね、まあ、頑張るんだけどね、新しい家も探さないといけないし、会社の事務所もまだなかなか決まんないし、なんかすごいいろんなことが空回りしちゃってる感じで、誰かからこう言われたとか言ってもないこと、恋の裏返しみたいなのって結構あんのよ俺。だからそういうのがめんどくさいなと思って、だからやっぱなるべくめんどくさい人とはかからないようにした方がいいなって。予感もしてたんですか、めんどくさいことになるだろう。いやいや、別にめんどくさいことになって なるっていうか、なんか大体そうなんだよね、よく考えたら。この間もでも会社のことをすごい手伝ってくれる人がいて、で結果、まあ、蓋開けたらあんまり何もやってなくて、ああって、結局人の好意を使おうと思うとそういう結果になるんだろうみたいな、はい、あ、寄せられた好意もある意味、そうそう、ある意味利用する。そう、結局会社のことをできてるってなってたけど、まあ何もできたしやってなくって、で挙句の果てには罵声を浴びせられてそうなんです、まあ別にそれはどうでも、まあマジで結構どうでもいいんだけど、そういうことなんだなとか思うことがあってね、自分もいい勉強になりましたね、うん、ちょっと見ていただきますか。結構なく今キャンプ屋さんの授業は進んでますか。それを今日ちょっとまたここに来て友達が来るんだけど話そうってなってます。え、今日夜も来るんですか。そうだよ、おいちゃんか、おいちゃんか、うん、こんなに素敵なお店はないから、北海道に引っ越そうかな。マジっすか。いやもうたまに考えるんだよね、もう何もやんないでさ、別に一生暮らせるだけの資産ぐらいはやっぱあるから、何も努力しないでのんびり自然で暮らした方が幸せなのかな。すごいいいですね。めちゃくちゃいいですよ。そういう人生よくなんかファイヤーとか言うじゃん、なんか、なんかセミリタイヤみたいな考える時があるんですよ。でも俺それやったら人生終わりだと思うんだよね。やってる人には申し訳ないけど、何のために生きてるのって。あ、じゃあそうだな。まあ、それも一つのチャンスなのかな。あ、いろいろ考えるわ。3000万でファイヤーしてる人が結構多いらしいんですよ。3000万でファイヤーってことですか。うん。まあ、もっと最低限。うん。そう考えると、とっくにも働かなくてもいいぐらい稼いでる。まあ、それはね、そうですよ。そんな人生もいいのかな。さっきの言ってた事務所が決まってないっていうのはバイクの方の事務所ですか。そう、あのすごいいいところを申し込みしてて、やっぱすごいいいところだから審査に時間がかかる。あ、まあ、あの落ちるとかじゃなくて、うん、でも早くしないと今の相模原の事務所じゃいい人来ないと思う、正直。遠いと思う。遠いし、それ綺麗じゃないから。いや、まあ、やっぱ自分がやるんだったら社員の人が誇りを持ってこの会社で働いてるんだっていうことを自信持っているような事務所にしたいんで、いいとこ借りてるんです。まあなかなかね、時間かかるんですよ。審査にね。これで審査落ちたら俺どうしよう。あれ、ビールおかわりしますか。いいのかな。せっかく北海道来たんでみたいです。こんな平日にビール飲んでたら大丈夫かな。まあ今日ぐらいはいいんじゃないですか、いつも頑張ってるから。昼間から飲み出したら終わりだよ。もう廃人が始まりや。でももう飲んじまったから1杯も2杯も3杯も変わんねえな。変わんないっす。美咲さんお酒強いですよね。でも、うん、確かに。なんでこんな人生なんて言わねえんだろうな。で今マンション買おうと思ってて、最近不動産の勉強超してるから逆に買えなくなっちゃって、いろんなことが詳しくないですけど。あ、そうなんですか。不動産ってやっぱ運命だから、今あるものパッパッて買うっていうのはあんま良くないから、縁があるまで待たないといけないと思って、うん、そんなこんなしてるやつに知識がつきすぎちゃってなかなか買えないよ。詳しくないすぎて、うん、買ったら損しちゃうね。買ったらどれが得するとか分かっちゃうから。初心者の方は田端大学の田端さんのチャンネル、最近不動産仕様に変わってるんで、あれを見た方がいいと思います。正しいですか、言ってること。うん、やっぱ田端さんってすごいなってやっぱ改めて思いました。へえ、うん、すごいわ。不動産としてすごいかどうかっていうよりもやっぱああいう風にトレンドをちゃんと察知して情報発信できるのがすごいなって。あの田端さんが紹介してたオーナーチェンジの物件欲しいもん。いくらぐらいするんですか。6000万ぐらいするんですか。次新居はどうするんですか。決まってたりするんですか。決まってない。どうしよっかな。最強日はもう決まってるんですか。決まってる。9月絶対最強日は決まってるんです、うん、9月ってもう少しじゃないですか。そうですね。じゃあ職に決めなきゃいけないんですか。うん、バカとか言ってくるんだよ。それやばいっす、ね、やばいでしょ。え、こんな不動産会社あんのと思って。震えだもん。え、これ本当に言ってんのって言ったら どんなイントネーションで言ってきたんですか。結構リアルに言うと
これもう公開していいですかっつったらいいよっていうか録音撮ったの。あ、録音撮ったんですね。めっちゃ気になる。めっちゃ気になる。前からすごかったんだよ。振り込みからいつまでいかだろうとか。それも全部公開します。いいよって言われたんだよ。許可もらわないとさ、さすがに大人ながらさ、公開するのになんかもう違うかなと思ったけど、はっきりいいよって言われたから、さすがにやりますわ、近々。いやー、すごいな。でも逆に、これちょっとでも面白いっていうかいい話なんだけど、そのね、会社のことをこれ批判する意味じゃないからそういう風に捉えないでほしいんだけど、まあ、事実としてやっぱそのバカとかやっぱ言われちゃったわけよ。何千万何億って家賃払ってた。あ、言っていいんだよ。逆に、そんな会社でも、そんな会社っていうとちょっとなんかあれか、詐欺すんだ言い方になっちゃうけど、そういうことを言ってしまう会社さんでも、不動産で、青汁比率みたいなマンション持ってるんだよ。自社持ってる。そう。だから管理会社系ものなの。逆にこんなこと言っちゃう人がこれ持てんだったら、俺ちゃんとやったら もっと儲かんじゃねえのと思って、そっからやる気になってめっちゃ不動産調べたの。だからありがたいかもね。逆に言うとすごいちゃんとしたオーナーさんで、すごい丁寧に言われたら、あ、やっぱこの方だからそうなるよねって思うけど、バカとか言うやつがさ、え、これ持てるんだって。え、俺だったらもっと真面目にやったら、もっとすげえの持てるんだみたいになって、調べて、そっからいろんな出会いがあって、見事に不動産会社を立ち上げるに至ったのよ。気づかせてくれたのか。ありがたいわ。うん。でも後悔はするんですよね。それだってしていいって言われたから、すべてをプラスに変えていくことが面白いと思う。いやでも本当それは良かったかも。そう考えたらやっぱ今なんか自分で言っても元気になることだ。マイナスもプラスになるな。でもいつもこうやってだん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 元気になるんだよね。あの不動産王になって爆撃したらさ、バイクの会社も持ってのるし、すげえいいじゃん。嘘、出てってラッキーだったみたいな。むしろなんなり今ちょっと思ってるの。これに気づいたの。賃貸で借りてんのバカじゃんみたいな。それに気づけた授業料高かったよ。すごく。2億5000万かな。まあでも2億5000万ぐらい不動産で一緒に稼げそうだ。つったら俺捨てたもんじゃねえな、まだ。もっと頑張っていかないとって思ってきて、やる気になってきて。すごい。ピンチをチャンスにすごい変える力があるな。あ、そうだわ。あいつらがあんな儲かんない、俺が儲かんないわけねえし。そりゃそうでしょ。だってバカとか言うんだよ。そんな人たちよりはるかに持ってますもん、わかるでしょ。いやー、逆にすごい世界に気づいちゃったな。素晴らしいですね。逆に武蔵さんが何言ってバカって言われたのか逆に気になりますけど、ね。いや、普通だよ。現状回復について。普通に話したら、頭悪いなみたいな、そんな感じだった。バカみたいなニュアンスが。いや、こんなことこいつ、平気で言うんだねって思ってびっくりしちゃった。もともと対応すっごい良くなかったんだけど。あ、やっと化けの皮が剥がれたんだなみたいな感想です、これは。でもやっぱそういうことだよね。ピンチはチャンスっていうか、何事もそうだよ。2杯目いきますか。ちなみに芋餅めちゃくちゃ美味しかったです。いや、あんまお餅好きじゃないんだ。顔のダウンタイムも治んねえし。あれはだいぶ良くなってきました。でもね、思ったんだよね。確かに美容はすごい気をつけてて頑張ってるけど、こんなになんか年中ダウンタイムになってたら、あんま美容やりもいいんじゃねえか。本末戦闘じゃね。ダウンタイムなりすぎだろ。ちょっとダウンタイムラジオ電話して聞いてみよう。これ治んないんだよね、小学校。もしもし。今 YouTube 撮ってるよ。え？ YouTube 撮ってるからね。何の YouTube？ 自分の。うん。顔の赤いのが治らない、大丈夫？うん、それ結構長引く。なんでかっていうと、かさぶたはなってないんやろ。なってない。色素沈着っぽくなってる、うん、大丈夫？うん、大丈夫。あの色素沈着じゃなくて、うん、あの強めで押さえてるから、うん、毛穴を一気に縮めようと思ってやってるから、うん、結構ダウンタイムは長い、1ヶ月以上。長っ。毛穴が広がりっぱなしだから、うん、良くなったと思ったらまた広がるし。私でもかなり良くなったわ。良くなった？なんか毛穴良くなった。でもこんなずっとダウンタイムだったら美容やる意味ないって思ってきた。そんなことない？うん、そんなことないよ。でも引き締めるときはちゃんと引き締めないと。確かに。治療だからさ、美容じゃなくて。地表の力で何歳までさ、かっこよくいける？うん、おじいちゃんになるときまでじゃない？おじいちゃんって何歳？80？おぉ、すごいね、うん。あんた結婚は40過ぎてやるやろ？わかんない。だって結婚しないもん、誰も。いや、素敵な人現れるよ、絶対。素敵なパパになると思うし。いつも一人ぼっちだよ。あ、でもそんなもんよ。そっか。今、クリニック、日本人いっぱい来てる？いっぱいって言ったまあまあやな、最近は。なんか5月からあんまり人がいない。なんで？わかんない。5月とか、うち休み多かったし、5月はやっぱり他のクリニックもあんまりいないって。あ、そうなんだ。じゃあ、日本の人に向けて一言。なんか一言言ってる。え？切れた。
切れました。もう仕方ないです。いきなり電話してるから。でもなんかやっぱ、韓国に月1回行ってから、別にこのクリニックの回し物でもなんでもないけど、やっぱなんか良くなった気がする。めちゃめちゃ肌綺麗です。いや、よく言われるんだよね。なんか、写真よりリアルで見た方がイケメンって言われるよね。あ、それは。めっちゃ言われるんだよ、最近。でも、スパルタだから、韓国の美容は。ダウンタイムがやっぱ続くから、それがいいっていう人はいいからね。今回は確かに長いわ。1ヶ月長いっすね。うん。韓国の JD クリニックっていうところに行ってます。まあ、電話来たら10分。ハロー。ハロー。電波ないね。電波ないです。沢田から電話。スピーカーにしていいの？いいか。スピーカーで。もしもーし。あ、もしもし、お疲れ様です。今撮影してるから、スピーカーにしてます。はい、あ、本当ですか？はい。どうしたの？あ、いや、なんか、前ちょっと話、ちらっと話したかもしれないですけど、SO ジャパンが7月3日に、お台場で開催されるんですけど、そこのステージが、決まりました。っていう報告の電話でした。結構それすごいやつだよね。めちゃくちゃすごいです。なんで決まったの？エジやってるじゃないですか、さんが。SO にも一応それが届いていて、ちょっと推薦もしたんですよ、実行委員会に。結構その動画とかの文脈だったりとか、すごくなんかいろんな困難がある中、すごい立ち向かってる姿がすごくいいねって話が、実行委員会だったりとか、本国の方でも話になって、はいはい、先日の、それでぜひステージに立ってもらいたいって話が、今、正式にオファーとして決まったっていう形です。はい、それは結構すごい話だね。経営者では初めてじゃない？初めてです、初めてです。本当に。日本人でもかなりグローバルで有名な DJ とかアーティスト出てるんで。やっぱ DJ としても認められてきたのか。DJ 王子が本当にグローバルブランドのフェスに出るって感じで、マジですごいです。結構本気でやって頑張ってるからね、嬉しいです。ありがとう。ちょっと沢田君、それまた詳細じゃあ教えてください。了解です、了解です。3日は開けといてくださいね、本当に。オッケー、海外からちょうど帰ってます、その時は、はい。よかった、本当に。お願いします。楽しみです。お願いします。すごい、おめでとうございます。はい。ありがとうございます。はい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 。ありがとう。はい。S2O が決まりましたね。あ、フェスですね。フェス、超有名なフェスの S2O に決まった。すごいことだよ、これ。嬉しいね。スケジュール的に大丈夫？スケジュールは大丈夫だった。多分大丈夫。結構急です。10月。あ、大丈夫です。8月。3日。すごいね。よかった。結構大きいステージなんですかね。めっちゃ大きいと思うな。いやー、よかったよかった。ありがたいですね。こんな落ち込んでる場合じゃねえな、じゃあやっぱ。あー、でもやっぱ体がスイッチが入んねえんだよね。なんか例えて言うなら、スイッチをポンポンって背中にあるスイッチをカチカチとオンオンってやってるんだけど、電源が入んねえみたいな。背中にあるんですか？まあそう、イメージ的にはそんな感じだね。創一でいうところのうちなのかな。まあでもこういうこともやっぱ包み隠さずに出していくのがね、いいのは。まあ何でもいいや、休憩したいね。そうですね、今日はすいませんね、最初から2人前するありがとうございます。おかわり来ました。その車どうなったか気になるよね。確かに。あれどうなったんだろうね。電話してみよう。もしもし。あれ、もしもし。もしもし。もしもし。あれ、もしもし。もしもし。声が聞こえないね。山にいるんじゃないですか。もしもーし。あ、お疲れ様です。あ、どうも中野さん。あ、今、ちょっと撮影中なんですけど、はい、この間、コラボ動画出させてもらって、車売るってなったと思うんですけど、あれからどうかなって、はい、おかげさまで動画の再生が結構回ってて、もう、80万近く行くんじゃないかなって。ありがたいです。今、はい、ジープのルビコンが銀行審査中のが1件ですね。おお、あ、もう売れそうなんですね、もう。審査が通ればですね、1件審査通れば買いますみたいなのは、1個ボツの中で今2件目の審査入ったって感じですね。なるほど、なるほど。ルビコンなんか感覚的に売れそうですね。はい。で、ベンツは、まだ具体的な話が、問い合わせ結構来てるんですけど、はい、冷やかしっぽいのが多くて、はい、売れそうな話は今のところないですね。ああ、そんなすぐは売れないですよね。
ヶ月が勝負な気がしますね。あ、そうなんだ。結構レアだからあれ欲しいって、なんかコメントいっぱいありますよね。なんかなかなかないって。そうなんですよ。だから、実際冷静になった時に、そのないんで、まあ、あの車欲しいって人も絶対買うんですけど。うん。あと、ロールスロイスはちょっと東海さんめちゃめちゃ来てるけど、はい、全く商談にはまだなってないけど、見たいみたいな人がいっぱい来てて、ちょっとファンなんだろうな、みたいな人が結構来てるって、ね。まあそうっすよね。だってあれ、あれ即決で買いますみたいな、ないっすよね、ほぼ。いや、いないと思いますよ、多分。ちゃんと見ないと、やっぱ買えない車っすもんね。まあそこは。かなり、ね、丁寧に やらないとなって感じですね。はい。まあでもベンツはなんかいい気がしますね。僕、個人的に DM ベンツすごい来ます。いい車なんだなって思いました。まあそうですね。うん、もう、あれは本当にないので、はい、この方が欲しいっていう人とか、はい、いいし、多分、ターゲット的には、やっぱ三崎さん世代が一番こう、相性いい車じゃないですか。スポーツカーで。はい、成功者っぽいし、なんかいいっすよね。乗れるし。そうですね。あれ、モテそう。多分モテます。はい、はい。あれ、反響ありましたあれから。いや、動画的には。うちは、正直、アルトラとかもなんかこう、4、5人ぐらい買いたいって言って、うちはめちゃくちゃありがたくて、はい、今、一人目のシーさんも入ってるんで、はい、その人だったんで、めちゃくちゃですけど、はい、うちはもう正直、バディカダイレクトっていう方で数字取ってるんですけど、はい、ホームページへ通常より数万人流れてきてます。おー、すごいっすね。ありがたすぎるっていう。よかったよかった。まあ、一緒に、これもヤフオクでアルファード買ってくれたら縁なんで、なんかお返しできたならよかったです。いやもうめちゃくちゃまたこっちがちょっと借りができすぎたんで、またなんかお返しさせてほしいんですけど、それはもうぜひ喜んでお願いします。はい。一旦目の前のこの3台お預かりしてるのをちゃんと売るっていうのが僕ら重要なんで、はい、ちゃんと売れるようにやっています。わかりました。じゃあまたタイミングでコラボもぜひやりましょう。多分みんな楽しんでくれたと思うんで、視聴者の方もね。え、はい、本当にありがたいです。またじゃあ私ももう歓喜してましたね、うちの。ああ、よかったです、よかったです。じゃあまた今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。まあ、こういうのもね、ご縁ですね。すごいっすね、やっぱり。今までやっぱ自分が、すごいんだよね。なんか確かコラボした経営者の人、方の商品が、コラボっていうか案件でやってないから全然そんな聞いてなかったんだけど、うちの方が出て一発で5000万売れたとか、もう今のもアクセス3万だから何万か増えたとか、すごいんだな。でも未だに自分自身はなんかサービスを展開したりとか、まあチャンネル通じてやってないんで、まあそれがポリシーだったんですけど、そろそろやっぱ本当にいいっていうものが、例えばバイクだったりとか、まあ不動産もそうですけど、自分が本当にいいなと思って自信持って進めれるなっていうのがこれからちょっと紹介とかも、まあ、それもコンテンツになるからしていきたいと思います。最後に一杯だけ、最後にもう一杯、もう一杯締めの一杯ていうか、今中野さんからちょうど LINE があって、今ベンツを見たいっていう人が問い合わせが来たと。現金で買うってことですぐ来るって言ってるって。現金すげえな、売れるっぽいね。ちなみに約いくらぐらい？ベンツ今いくら3000万くらい出してるよ、ね。でもあれ本当にいいやつだから、別にマジで勝つもないと思う。この動画出る頃にもう出てるんですよ。すごいわ。ブログで売らなくてよかった。そうですね。ちゃんと車屋さんにやってもらってよかった。よかったですね、うん。現金ってすごいですね。うん、すごいよね。もうお金持ちですね。ありがたいですね、本当に。あれだけ動画もあったから、確かに、ね、お金持ちも見てるもんですね。見てますわ。あの車来たらだいぶキャッシュポジションが上がります。微妙です。だいぶ、わかんない。マンション1個も買えないからね。まあお金も大事だけど、スイッチが入んない気持ちを直したい。早く会社になって元気もらったらいいじゃないですか。うん。確かに。あります。あげる。いや、私は、私飲めないんで、はい。ウーロンハイ持っていいですか？ウーロンハイ。お腹いっぱいになっちゃった。ウーロンハイ飲む。ビールはちょっとお腹いっぱいなの。ウーロンハイ。うん。今ダメだ。3枚ぐらい行きましたね。昼間からこんなことやったらダメだ。この後ちょっと昼寝しようかな。たまには休みたいな。たまには休んだ方がいいです。変わってこ。今日夜はね、いっぱい友達も来るし、こんな姿見せられねえから、パシッとした状態で、切り替えてこう。ちょっと、それまで5、6時間あるんで、ちょっとゆっくり昼寝して、夜は元気の姿で、せっかく来てくれるのに心配させるわけでもないので、切り替えてきます。たまってるカメラも。まあ、乾杯しますか、まず。はい。じゃあ。お疲れ様です。お疲れ様です。やっぱミシュラン作る方が夢あるな、はい、これどう今どうなってるんでしたっけ。今物件ないですか？なかなか全然ないです。そんなないですか？全然ないし、利益を考えたらきついですね。夏売れないから、そこはあの手この手で、まあ、それかもう居酒屋でやって冬鍋やるとかだったらまだいいんじゃないっていう最近話をしてる。居酒屋だとでもちゃんこ屋じゃなくなりません？ちゃんこ屋で売るとむしろ売れないって話をしてる。
まあ、まあ、ちゃんと屋で売るつもりはないんですけど、鍋屋で売ったら、夏では温野菜全体売れないんですよ、うん、鍋業界って沈んじゃう、沈んじゃう、うん、だからそれをどうにか持ち上げる方が難しい、だったら居酒屋にしといて、うん、平均的に売れて冬がっつりの方がいいんじゃないかな。ここでミシュラン取れますか？それどうすか？いけます？多分無理だと思う。無理？そう。自分が笑ってるから。そうすか。ミシュランの中に冬だけこれが出てくるみたいな。この鍋を先にスタートするより、シェフの店を作った方が絶対売れるよ、ね。え、それで、じゃあ、美咲さんの友達とか、美咲さんだけ食えるみたいな。それって夢叶えますか、戸田さん。個人的な目的は叶うけど。だから、ここで協力いただき上げてくれるとか。あ、SNS を見た人だけ頼めるみたいな。メニューにはないけどみたいにすれば。で、ミシュランで取ってもらえれば、もう完璧。え、それがなんかもう一石三鳥な気がしません？それと、それだとどうですか？全然ありかなと思います。まずはシェフのおざおざの店でイタリアンを作って、うん、そこにこのナビアンですよ。イタリアンにちゃんとある。もうちょっと宣伝させたかな、うん、いや、だから俺やっぱあれうまかったもん、この間のやつめちゃくちゃ、あれめっちゃうまかったから、あれがいい。そうっすよ。そしたらもうみんな一石三鳥じゃないですか。シェフの夢も実現できる、僕はこれ食べれる、翔太さんも食べれる、一緒に宣伝もできる。最高、成功しそう。俺を食べさせてください。やりましょう。え、それだったらいけません？まあそうっすね。なんか我々もそっちの方がなんか鼻が高いっていうか、うまいそばで食べれたらいいんですけどね。まあそれは第2弾じゃないですか。順番を入れ替えましょう。確かに、うん、いきなりちゃんこで宿泊するより、そのお店のから出てきたちゃんこみたいな。確かに、急にミシュランオーナーになる。うん、最高。え、それめっちゃ良くないですか？はい、最高ですね。そうしましょう。で、あと大事なのは、その収益どうするんですか？収益の配分みたいな。あ、そこです。別にそれ僕、儲けようと思ってないから、別に任せるんですけど、一般的にうまくいく座組をちょっと考えてほしいです。でも一般的にはやっぱあれですか、出資者が株持って、太田さんは営業するじゃないですか、うん、で営業利益出す、でそれを年間で利益出たら株主配当で返すか、太田さんが儲かなくなったりは確かにそうなっちゃう。あ、だからその利益出たら株主配当みたいな、ある程度のその基準を決めといて、うん、あと経営を誰かがやった方がいいですよね。まあついてた方がいいですよ、財務とかは。その上で太田さんに優しい比率にして、うん、優しい比率でシェフがやっぱ輝かないと。太田さんって、ね、希望はあるんですか？収支の利益を欲しくなって、いただれる三つ星を取る、うん、その名誉の方が、うん、利益取った方がいいでしょ、絶対。取ります、うん、利益取りたいですか？僕はあんまりいらない。僕もいらないです。あの、初期費用回収できれば、今初期費用5年くらい回収できるといいな、うん、確かにそれぐらいで、もしあとはもう、ね、年にちょっと儲かったらちょっとだけもらえるぐらいだったら別に何でもそれでいいし、別ここで稼ごうとは思わないで、それよりもいいものを作って歴史を残したい。ヤクロスさんは入るんですよね。僕多分財務関係だったら、株は別に、だって俺が持っちゃうと逆に少ないみんな。いや別にみんなでこれで楽しくいいものを作れればいいから、別にみんな持ってほしいです。いいけどこれでいいかも分かんないし、うん、まあ赤字にはなんないでしょう。いや分かんないです。ミシュランとか潰れとか作るじゃないですか。これはもうクロスさんがいたら潰れないです。いや、やってください。もう一番シェフの気持ちが分かると思うんですよ。だからそういう人がいた方がいいかな。そこは多分尊重はできると思うんですけど、うん、あんまりやりすぎちゃうとこっちもやっぱ。でもミシュラン持ってるって言ったらかっこよくないですか？かっこいいですけど。なんでそれで X にもかけますよ。ミシュラン三つ星オーナー、三つ星とかめっちゃかっこいいよ。付加価値ありますよ。あ、いいっすけど、それはそれで。みんなで株も最初から持ってやればよくないですか？4人で株持ってもう 25% ずつとか、まあ、25% ずつ一般的にはだいぶ良くなる方ですね。まあせめて 51% 上がるかも。多分主導権握る誰持ちますか？それがでも一番綺麗だ。本当ですか？どういう座組がいいか考えたいですね。あといくらいるんですか、予算？5000万のうち外部からの資金獲得を入れましょう。もうあれできるだけいっぱい。最近流行ってるフィナンシェとか。レイワントラ。でシェフさん出る。やるなら僕出ます。で出て言うし、シェフも一緒に出れるんだったら出てこれ食べてってやって、お金もらってゲットしてくるのと、あと幕開け。いや、超えたら超えたらだけで内装力で全部使いましょう。シェフが 51% も付けるって一般的にあるんですか？あんまないですよ、出資の場合だと。51% 持ってもらって同士で 16% 持つとかはまあ綺麗ですけど、うん、まあ、ただこの3人のメリットは正直あんまないです。確かにレイワントラとかまでやるんだったらもうちょっと頑張りたいですね。大迫さんが 51% 以上持ちたいかどうかだと思うんですけど、
ですけど、うん、これはないですもん、ね、51% 持ってもらって後の残りを分けるぐらいでいいのかも。資本金100万とかで作って、だから51万とか出せるのは入れてもらって、残りのやつを入れて資本金100万で会社作って、運転資金は貸し付けちゃう、貸し付けにする。我々としては運転資金を貸し付けますよね。で株を10何%ずつぐらい持つ、うまくいったらその予算分は返ってきますよね。でも株だけ残るからオーナーだって一生言い続ける。楽しい。でシェフは 51% 以上持ってるから自分の店だし、でまあ配当で1年に1回ぐらい利益を配当してもらえたら、まあ多分大した金額じゃなくてもお小遣いぐらいもらえるかなみたいな。それが一番カロリーはなんかあんまなくていいのかなって。まあ、そういうことは確かに、うん、まあ、レオナ取られたりとかしなくていい、しなくてもいいし、してもそんなに影響はないよ、うん、利益上がらなくてやばいってなったらそういうことやればいいと思うけど、なんかいきなり最初からそういうことやると、なんかよく考えたらせっかくねミシュラン三つ星取る店が安っぽくになっちゃうかなと思って。クラファンはいい宣伝にはなる、まあ、クラファンはありだと思うけど、レイワン取るとかやるとちょっと安っぽくなる説もありません。それ良くないですか、貸し付けで。これで100万で作って、なんか2000万ですぐらい出してる。そうですね、2000万いきます。1500ぐらいだったらいいですね、まあ、それか幕開けしちゃう、頑張っても幕開けして残った分こっちから全部入れるとか。え、ミシュラン的に幕開けありっすよね。全然大丈夫、あり、うん、それで集めて残った分出せばシェフからしてもだって返すお金がなくなるから、将来いいことだと思う。そしたら1000万ずつで良くなるかもしれないですよ。2000万取ったら、まあ、1000万ずつだったらなんかいいじゃないですか、気持ち的にも。じゃあそうしますか。それありですね。あり、かなりあり。我々としてはミシュランオーナーって言える、でかい。知らんもんなら、ちゃんと食べようね。うんうん、確かに。3個も食べれる、最高。え、じゃあ物件探します。次どういうフェーズ、会社作る、会社作らなきゃいけないかな。会社も別に作りながらで、出的には隠れたらいいんですね。僕は隠れたとか、アドラの方が。え、じゃあ役割決めません。さん物件決めてください。おお、いいですよ。はい。え、じゃあ佐田さん、あの幕開けの段取りと会社設立の段取りそうです。会社設立はですよね。じゃあ僕の役割は、じゃあ幕開けができた時にやっぱ発信した方が金集まると思うんで、幕開けの時に思いっきり宣伝します。はい、そうするとみんないいことがあって、幕開けで金が集まるとシェフの負担が、将来的に返すお金が減る、我々は出すお金が減る、みんないい。それでいいんじゃないですか。で株はシェフ51倍持ってもらって。で我々3等分シンプル。僕ちょっと出せないかもしれない、あんま他の案件の実は今重なっていて、ちょっと出してください。ちょっと一緒にやりたいんで、ちょいがみしてほしいです。いや出さなくてもちゃんとやりますよ僕は、うん、でもちょっと出さないとミシュランオーナーって言えないですよ。会社名とかどうします。それはシェフが好きなの決めればいいと思うんです。でもそれが一番いいですね。うん、それが一番いいね。こんなにみんなにあんまり賛成されてない鍋物をやるより、そっちの方がいいかもしれない。鍋物ってそんなきついんですか。夏は温野菜黒点してません。黒っていうか儲かってますよ。場所によるっすね。そこまでやっぱ展開できてないんで。ああ、甘くないってことですね。店舗って本気出したらどれくらいで決まるんですか。タイミングして始めるだけで。でもこのプランだったらわざわざ冬に当てなくていいですよね。別にオールシーズン行きますもんね。まあまあ普通のイタリア作るだけですよ、シェフは。逆にシェフのタイミングとか大事じゃないですか。確かに。逆に言うと物件多分今見つけてあってもずっとカレッジなんで。でも内装入れるじゃないですか。お金が取れるか分かんないし、引っ張れるか。え、行けると思う。幕開けでさすがに行けると、そこは任せてください。保証できると思う。さすがに幕開けで、いや、いくら引っ張れて、いくらぐらいのレベルですか。2000万ぐらいだったらいけると思う。さすがにいける。え、銀座じゃなくていいんですか。あ、銀座は僕の店は嫌です。あ、嫌なんだ、はい、なんで神楽坂がいいんですか。風情ある感じで、自分が行った時に居心地がいい。なるほどね。なので神楽坂か麻布かっていうふうには考えます。麻布いいね。麻布だと家賃高いと思うんですよ。だから神楽坂の方が僕はいいなと思うんですよ。探しやすいけど、まあじゃあ今から探します。内装はかなりこだわりたいですよね、やるからには。シェフのこだわりとかはあると思う、はい、うん、いい内装屋だと2ヶ月とか1ヶ月半とかかかるじゃないですか、うんうん、デザインを考えるだけで、うんうん、何回かやり取りしてシェフとってなると、そういった意味では物件が早く決まった方がいいけど、うん、どんどんカレー味が発生する。あ、うまい。これやっぱうまいわ。うますぎ。でもこれめっちゃうまいから、シェフの店でできた暁に絶対食べたいし。うまくない。え、めっちゃうまいでしょ。そんなに出汁がやばいですか。でもこれが三つ星レストランで出てきたらなんかすごいいいし、認められてる気がする。楽しみだね。これでオーパーさんとか飲んでね、全然予約が取れなくなるようなイメージなんですか。はい、うん、はい、うん、いい。予約取れない店やりて。俺たちまで行けないみたいな。うまいからビール飲みたい。うん、うまいわ。体調治ってよかった。もう一回バーガー屋リベンジした方がいいね。あれ売れましたよね、よかった。うん、味の違いも、これはこれすごい美味しいんですけどね。
美味しいですね。うん、これはこれでいいね。やっぱこれすごい手込んでるのかな。5時間煮込んでるって。でもそれを覚えちゃうのはすごいね。いやいや、そんな、うん、お母さん通販多いですかやっぱり。今夏はちょっと。あ、夏はやっぱそうなん、うん、冬から。そうですね、大体10月ぐらいから。タコ刺し食いたいですよ。魚盛りとタコとサーモン刺し。僕はいろいろ買ってみよう。タワマンとあと大阪のこだわって買おうと思ってます。今青尻ヒルズ出ることになった、まあ、そこの管理会社が、まあ、YouTube でもいずれ出そうと思うんですけど、ひどいんですよ。バカとか普通に言ってくるんで、やべえだろこいつらと思って。そんなことない。いや、ほんと、もうこれ YouTube でいつか出すんですけど、すごいんだよバカとか。なんか入居者に対して逆にこんなやばい失礼なやつでこの物件持てるのかって思って、逆に興味を持って、こいつらでこんなに持てるってことは俺がちゃんとやったらもっといけんじゃないのと思って調べたら、すごい不動産って儲かるってことにやっと気づいて、はい、もうこれ勉強代だなと思って、とんでもなく儲かるなってことに気づいたんですよ。だってそんなバカとかアホとかいうやつがだって30億ぐらいの物件持ってるんですよ。こんな世界ないだろうと気づいちゃった。不動産は負けが見えない。うん、うまい。大阪ファンは店舗目も作っていたってことあるんですか。僕は1店舗目を見つぶすまでにして、うん、そこから世界ベストレストランっていうのがあるんですけど、はい、そこで一番っていうその夢が叶えれば、うん、次の店舗も考えようかなと。自分の目を通さないで料理は絶対に出したくないので。なるほどね。やっぱプロ意識がそこからあるですね。ピークですね。そういうこだわりがある方がいいですね。こうきしめん、これがうまいんだ。今給料いくらなの。自撮りで33。グッチの中で数シェフ2番目に偉いってことですよね、はい、一番偉くなるといくらもない。一番上のシェフいるんですけど、その人は目格で年収1200万もらってます。その方はもう世界的に超有名な人だと思う。日本でやってるからは世界的にはまだ。あ、そうなんだ。やっぱすごいなと思うことあるですか。まあ、そうですね、その日本人じゃない感性で、やっぱりイタリア人だと思ってるので、新たな発見があったりとかはやっぱりあります。中いっぱいは。ここから本場です。きしめんが本場です。そうなんです。そうです。そうなんです。三つ星までがどれくらい時間かかるんですか。考えたのはここに以内とは。現実的ですか。現実的には可能性があります。もし星取れないとしたらどういう現実ですか。そうですか。シンプルに自分のする側になかったシンプルに受け止めるしかないです。でもまあそれは普通に考えてないです。まあ、普通に行けば普通に1年2年にミシュラン一つ星を取れるか。いいですよ、はい、すごいね。ミシュラン一つ星取るだけでも相当すごいですよね。すごいです。それはもうすごいことですよ。そのための修行をしてきたって感じだ。十何年も。そうです、ね、ミシュランって本なんですよ、ね、本とかで発表されるんですか。最初セレモニーがあって、そのセレモニーで発表されます。すごっ。そこに呼ばれるってその前日に電話がかかってる。前日ってことは呼ばれたら何かしらのミシュランをゲットできるな。そうですね。それって東京とかやるんですか。東京でやります。楽しい。楽しいな、それ。今グッチってミシュランあるんでしたっけ。グッチも一つ星。一つ星の。グッチででも一つ星なんですね。三つ星に行けない理由は何なんですか。二つ星三つ星と。そのために旅行する価値がある料理とは認められてないって思って。イタリア料理自体も二つ星ですら一個しかないので。はい、そっか。じゃあそれで三つ星取ったら初じゃん。そうです。すごいね。日本で取った人誰もいないのでイタリアに。海外で寿司三つ星取られちゃったみたいなね。ノリっすよね。相当すごいですよ。うん。これで一つ星でも取れたらすごいプロジェクトに参加できたなと思います。じゃあ一つ星は結構いけそうっすか。もう自分の中でほぼいけると思う。ほぼほぼ。じゃあ二つ星はどうっすか。二つ星も日本の中に僕がやろうとしてるイタリア料理とゲリックがないので、それを駆使してやれば多分。でその初年度の1年半後、2つ星切る可能性が十分にある。はあ、すごい。じゃあ3つ星は ?3 つ星も2つ星になって、料理を自分の中でしっかり洗練を出して、ゲストの満足をちゃんと得て、毎日同じように同じことを真面目にやったら、たぶんいけると思います。でもなんか、ある程度こういう料理にするって決まってるんですか。はい、決まってる。うちともまた全然違う。全く違う。結構みんな飲みますね。すごいね。いいわ。いい回だった。チェフすげえわ。すごいわ。いや、ここまで言ってくれたらなんかもう夢に乗りたいってなりますよね。実際経歴もすごいですもんね。うちと龍銀。龍銀三つ星でしたっけ。龍銀三つ星です。龍銀って超すごいっすよ。行ったことないけど。なんか噂を聞く。もう弟子たちがみんな、巨人一つ星取ったりとか。はぁ。龍銀行ってみましょうよ。みんなで龍銀。龍銀行く回ありだわ。やっぱ厳しいんですよね。相当。相当厳しい。スパルタで辞めてく人多いみたいな。辞めてく人はめちゃくちゃ多いです。あ、そこに耐えれた人だけ残るみたいな。ルイのシェフは、うん、
365日毎日同じ気持ちで、うん、同じようなところで料理出すっていうのがやっぱり、大体のしかできないので、毎日同じ気持ちで確かに仕事できるかっていうとなかなか難しいですよね。波は人間だから出ちゃいますよね。でもそれはやっぱ許されちゃいけないってことなんですね。クロスさん、そういうことっすね。これにすごいな。これのモチベーション低い。いや、うまくいけば水越しの女ですよ。うん、最高です。うん、なんか歴史に名を残せそうな、シェフが。でもそれもこれもね、お客さんが鍋やりたいって言ったことがスタートして、この鍋のおかげですね。感謝したいです。シェフは彼女いるんですか？彼女いないです。いつから？3ヶ月ぐらい。あ、3ヶ月、最近ですね。どこで知り合ったんですか？同じグッチのショップで。あ、ショップ。いいね。ちょっといいね、それ。何で分かれたんですか？価値観の違い。シェフは何してる時か知らないけど、ひたすら料理ですか？そうですね、料理のこと考えてるのが素晴らしい、素晴らしいわ。料理のことしか考えてないぐらい。すごい。それ以外のことは全然ダメすぎて、なんか例えば彼女に連れて、まあ、クロスさん見習った方がいいっすよ。なんで俺じゃないでしょ。料理のことしか考えちゃいけないっすよ。もう絶対うまくいきそうっすよね。経営のことしか考えてないみたいな人、経営者いたらなんかうまくいくとの同じですよね。料理のことしか考えてない料理の、え、みんな料理のことしか考えてないですか？そんなことないっすよね。そんなことないですよね。ゴルフのこととか。うん、そうだね。美味しかったです。ありがとうございました。とても美味しかった。ごめんなさい、落ちちゃった、ごめんなさい。お母さん、ありがとうございました。ありがとうございます、ごちそうさまでした。じゃあ、また紹介します。お疲れ様でした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。行っちゃいましたね。行っちゃいましたね。そうですね。美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。